ダイソー産業、ダイソーセレクト、瀬戸内レモンラーメン、ノンフライ麺に液体スープがついています。麺は細めの角断面で、しなやかでかつコシがあるいい食感です。小麦の香りもいいし、安定感のある麺です。スープは透明感がある琥珀色で、鶏をじっくりと煮込んだような優しい出汁の出た塩味です。レモンの香りは結構強くて特徴的ですが、ちょっとワートらしさを感じます。酸味はあまり強くありません。スライスしたレモンをたくさん入れてうんと酸っぱくすると、夏の暑い時期にいいでしょう。税抜き100円でこの品質感ならば十分なお値打ちだと思います。ダイソーブランドの即席麺としてもいいイメージを作ります。ただ正直言えば、レモン果汁なしバージョンも用意してほしいと思います。